バイトなんだよね。ミネも言ってたけど、非現実から現実へって感じ。心の準備できてる？ちゃんとバイトできそう？とりあえず起きて下行ってみようか。起きてるか、開けるぞ。あ、シン。お前、今日バイトだよな。俺も予備校なんだけど、鍵閉めるから出るとき一緒に出て。あ、そっか、シンと一緒に出なきゃいけないんだ。なあ、今日もここで泊まり込みやるのか？もしまだ合宿続けるんなら、俺バイトの後一回家帰るよ。そうだな。いや、もういいんじゃないかな。昨日何もなかったし。おい、もし家に帰ってから何かあったらすぐ電話してこいよ。お前もバイトだよな。こいつのこと頼む。わかってるよ。じゃあとりあえず支度してバイト行こっか。一人でお店やってくれた店長にはよーくお礼を言わなきゃね。ミネ、こんなとこで釣ったってどうしたの？あ、おはようございます。いやだ、同伴出勤ですか？お安くないですね。二人でシンの家に泊まってたの。何にもやましいことないよ。それより店は開いてないの？来てないみたいで。トーマ先輩、鍵持ってましたよね。うん、預かってるけど、ちょっと待って。よかった。あのままお店に入れなかったらどうしようかと思いました。店長どうしたんだろう。どうしました？置き手紙。3日間働いて疲れたわ。休ませてもらいます。わか。そういうことですか。今日は3人で店開けるしかなさそうだね。俺手順覚えてるかな。はあ、容赦なく襲い来る現実。やっぱり非現実の方が良かったかも。はいはい、文句言わない。とりあえず見ね、在庫確認してきて。Thank you.
手順覚えてないとか現実に戻れないとか愚痴を言う前に仕事が終わりました。怒涛のようだったね。お疲れ様。途中まで一緒に帰るか。着替えたらここで待ってて。どこで何やってんのお前。予備校は。先生が休みで休校になった。ちょっと遊びに行かない？はあ？何言ってんだ。家帰って勉強しろよ受験生。いいだろう、少しくらい。家にいるといつ警察の呼び出しが来るかと思って落ち着かないんだよ。お前がそんな繊細な玉か。トーマこそいつもなら3人でいたがるくせに何なの。早く帰りたいわけでもあんの。少し付き合って。どこ行くんだよ。来ればわかる。へえ、懐かしいなここ。あれだよな、そう、ザリガニ公園。そうそう。ザリガニ？こんな庭園みたいな公園にザリガニがいるの？お前は覚えてないんだよな。子供の頃よく3人で遊んでたんだよ。一時期ザリガニがうじゃうじゃいてさ、勝手にザリガニ公園って呼んでたの。あれ今思うと近所の人が話したんだろうな。だろうな。俺たちは夢中で乱獲してたけど。で、親に返してきなさいって怒られたんだよな。おや、きっとビビってたんだぜ、あれ。はあ、言えてる。そんなことがあったんだ。君、覚えてる？覚えてないよね。でさ、そういう思い出、こいつに取り戻してやりたいんだよね。つうわけで、昔よくやってた遊びとかやんない？例えば、そこに落ちてる新聞紙、それでいいや。これをこう丸めて棒にして。じゃんけんに勝ったやつが負けたやつを殴るゲーム？そう、懐かしいだろ。この年になってじゃんけんゲームかよ。
いいけどさ。じゃ、あっちの芝生で。そんなことしてる場合なの？二人ともなんで和んじゃってるの？いったお前今本気で殴っただろう。それで殴らないと面白くないだろう。子供の頃と一緒にすんな。マジで痛いぞ。痛いように殴ってんだよバーカ。あっそう、そういうつもりか。そういうつもり。じゃあこっちも手加減なしでやらせてもらうからな。望むところだよ。二人とも熱くなりすぎじゃない？開始だよ。これ君が負けても真剣に殴られるわけじゃないよね。そこまで童心に帰ってないよね。じゃんけんポン。そんな真剣じゃないだよね。じゃんけんポン。あ、やば、君また負けた。勝者死んだし。じゃないね。一応手加減してるけど。どこがだよ。つか俺はトーマを殴りたいだけなんだよな。そっくりそのまま返してやる。マジでムカつくんだよ。こっちのセリフなんだけど。
絶対に許さないからな。俺だって許すつもりないし。お前なんか大嫌いだ。お互い様だよ。あの、二人ともすでに単なる殴り合いになってない？何か飲み物買ってくれ。ああ。あ、しまった。金ないんだった。トーマ、ちょっと財布貸して。引き止めとけ。え？ちょっと、引き止めとけって何？すぐ帰ってくるんじゃないの？いつまで引き止めとけばいいの？もう、シン、たまには意図を説明してよ。ああ、久々にバカなことしたな。小学生に戻った気分だよ。とにかく何か長引きそうな話を振ってみよう。そうだね、ほぼずっと一緒にいたと思うよ。つーか、昼休みになるとお前が真の教室行くだろ。で、泣かされるもんだから俺が呼ばれるわけ。今とあんまり変わりませんね。そうそう、お前が3年生の時、お前のクラスの男子がな。そういえば真のやつ遅いな。どこまで行ったんだろう。ただいま。遅かったな。買い物ってデパートにでも行ってたわけ？隣町のスーパーまで行ってた。だって近くのコンビニにメロンソーダ置いてないんだもん。お前好きだよね、それ。いいだろ別に。お前ら二人はコーヒーだよな。はい。あ、それとトーマ、財布サンキュー。借りた金は明日にでも返す。いいよ、そのくらい。な、そう。で、二人とも何の話してたの？お前の可愛い子供時代の話。
うわ、最悪。解雇趣味のじいさんみたいなことやめろよ、トーマ。人聞き悪いこと言うなよ。こいつの記憶を戻すために話して聞かせてやったんだろ。なあ、そう、そりゃどうも。おい、トーマの相手してくれてありがとな。は？何お前、いつからそんな嫌に言うようなやつになったわけ？前からだよ。闇だった？ううん、違うよね。トーマの話し相手して時間稼いでくれてありがとうって意味だよね。シン、君に時間稼ぎさせて何してたんだろう。今回も教えてもらえないのかな。